蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいる。よっ！よく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。侍、我に下るか。誉れなき者には情け無用。さあかかれ。ついてまいれ。浜は守った。しかし大勢が。おのおのついてまいれ。仲間を救い、敵を蹴散らすぞ。
された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後でお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。
にしてここへ。もう子供誰かが俺をかくまってくれた。その者が立ちも小さな足跡、おなごか。あの家からだ。誰が歯を研いでおった。武士か。目の鎧。壊れておる。あるだけありがたい。走れそう。ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどの目ね。米を出せ。少しなら歩から持って行って。言うなってな。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら津島は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。ハナソスカーデンキネクヌって、
のはこらえて行くよ。そうしてよ。島中が駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。抗うほどは。待って。うん。よし。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。相手を捕らえて戻してやるから。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。どうか。稽古の成果を見せてみよう。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ためらうことなく汚い手を使う敵がとどめを刺しに戻ってきたとしよう。いかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも
武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が優わる武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ即撃で仕留める。やめよ降参だ。加減しましたね。しておらん。八であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、よいぞ。疲れた、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせる。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。立つしておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。ついた後の隙を見逃すな。良い切り返しだ。よいか、かわした。すぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。よいか、いかなる武具も、いかなる兵も、打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ陣。手を挙げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。
I've not had a samurai. つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏でさ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。懲りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。座敵ジプキだ。近いな。助ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっとチュンハルゴ。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらい、小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。エンダーアタック。ノー！うっ！うん！馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どう似合ってる。名をつけねばな。神よう守る闇。城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。
この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
ふぬけばかりか。志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン。さあどうする、酒井ジン。またしても父ジン、手を貸さんか。若様、そろそろです。